はいということでここからはメジャーリーグのアナリストとして活動しています、はい、スポーツジャーナリストの古内義明さんにお話を伺います古内さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします古内さんいよいよ今夜がサムライジャパン初戦ですけれどもまあ野球を知らない方でもねどんな見方をしたらこの試合10倍楽しく見られるんでしょうか教えていただけますかズバリはいはい あのー、サッカーのワールドカップはですね、はいえと、国際サッカー連盟が主催してるんですよ。えー、で、この WBC はですね、はい、メジャーリーグとメジャーリーグの選手会が主催してるんですよね。えー、で、それで今大会は第5回になるんですけども、はいえー、過去最多の20の国と地域が参加していて、えー、それがですね、4つのグループに分かれています。 コインやウ夜、初、え、陣、ー、を飾る侍ジャパンは B グループにです、ねはい、入ってるんですよね。はい、はい、ちょうどお疑問が出ましたね、うん、日本、韓国、オーストラリア、中国、チェコというところのグループに日本、入っているというところですすねねはいでで今大会はですね、えー、この20の国と地域、180人以上のメジャーリーガーが参加してます<ー>180人以上のメジャーリーガーが参加。はいでででそのですね 頂点に君臨するのが、えー、今日中国戦で先発する大谷翔平選手なんですよ。頂点なんですね、<ー>大谷は、はい、大谷選手はででポイントが、ですね、はい、今回の WBC の参加が、大谷君にとって、はい、もしかしたら最初で最後になる可能性が高いんですよね。<え>あと言いますと、年齢ととかかそういったことですか大谷君はです、ねはい、今年二23年のシーズンオープンですね。ええ フリーエーエジェントの権利を取得します、はい、で彼はですね、史上最高額の大型契約を結ぶという可能性が高いんですよね。で、これからですね、えー、球団はじゃあ次の第6回大会に、その大きな契約を結んだ大谷君を WBC に出すかどうかっていうのは非常に難しい問題になります。 それはもう大切な大切な、まあ、みんな全員大切な選手なんですけど、よりこうちょっと大事に取っておきたいって思うってこと、トップの選手がね、もし仮に怪我なんかしたら大変ですからね。うん、そうなんですよだからこそですね、えー、今日から始まる WBC を、ですね、はい、日本の野球ファンの皆さんは、ですねぜひ、えー、目に焼き付けてほしいと。 いいう思いがありますねなるほど確かに世の中で大谷選手が出るぞ、すごいぞっていう雰囲気はすごく伝わってはきたんですけれども、えー、なぜすごいのかといえば、来てくれたこと自体が実はものすごいことだったということで、これから先も来ないかもしれないということでだからそういう可能性も考えられるので、やっぱりね、その彼の勇姿を日本で見られるというです、ね、このチャンスを、えーまあ、球場とか。 テレビの前とかネットの前とかで,ですね、えー、皆さんで楽しんでほしいという気持ちがまあ第1番目ですよねなるほど、そういうことなんですね<ー>分かりました、あともう1点だけ伺いたいのがズバリこの WBC 日本代表は優勝する可能性というのはどうお感じですかこれはです、ね、ア,メあのアメリカのメディアも私もです、ねえー、日本、ドミニカ、アメリカこの3、ね、強がまずです、ね、抜けてますよね。 日本、ドミニカ、アメリカ、メジャーリーガーがたくさんいるというところもありますか。はい、そうですね。はい、で、えっ、ー、と、米連製薬に、プエルトリコ。この中南米系の、二つの国が、その産業を、えっ、ー、と、追っかけているという形になります。はい。はいはい、でですね。はい、あ、この日本、サム侍ジャパンのようにですね。はい、キャンプから、メディアがこれだけ大騒ぎして、強化時代を経て。 ねダルビッシュを、えー、中心としたこのチームワークが盛り上がって、はい、万全の体制で WBC にその力を入れているのは日本だけなんですよ。<お>あそうなんですか。他の国では今、えー、い,いち盛り上がってないなんていうことですか。えー、例えばですね野球発祥の国アメリカでさえですね、はいえー、WBC の話題は多分日本の100分の1ぐらいですね。え<ー>そうなんですね。それはどう捉えたらいいんですかね。はい。 え、だからそれぐらいですね、やっぱその日の丸国を背負うというですね、日本がですね、えー、この ＷＢＣ にかける思いが強いということなんですよね。なるほど、なるほど、メディアの露出っていうところが、えー、そのかける思いと比例してるからこそこれだけみんな力が入ってるんだっていうことですか。そうです。で、えー、今のご質問なんですけども、はい、私はえー、まあ。 この W b c の大会前からですね。はい、えー。日本の優勝する確率はえっ、ー、と50%あると思ってます。50%これ辛口と捉えていいんですかね。はい、それとも甘口と捉えていいんですかね。えこれ20チームありますから50%はこれかなりの確率ですよね。はい、そういうことですね。うん、はいはいはい。はい、でですねあのポイントはですね準々決勝の東京ドームですよね。うん、はい。準々決勝、はい。はい。ここで A グループのえー、まあ 多分オランダが来ると思うんですけども、も、ええ、オランダと、まあ、B グループ1位で抜ける日本が、ですね、はいえー、ここで戦う、ここで勝って、ですね、えー、準決勝以降、初めてアメリカ大陸に行けるわけですよ。ということは、ですねやっぱりこの準々決勝を栗山監督も一番その重要視してますので、はい、多分ですね、えー、大谷翔平かダルビッシュのこの2枚看板が、ですね、はい、この準々決勝で登板するのではないかという。 なるほどそういうですね、はい、あの私は僕を目線で見てますね、はい、やはりその大谷、ダルビッシュのピッチング、これ、2戦目になると思いますんで、1戦目、2戦目でどうなっていくのかというところも注目したいなというふうに思いますここまで古内義明さんにお話を伺いました、ありがとうございました。